ともみさくらちゃん、キヨキヨです。はい、ということで、今ですね、渋谷春さんの、渋春カスタム。渋谷春さんが今、クラロアの生配信してまして、そこにね、ゲストとして、ドズルさんとケンツメさん出てるんですが、キヨキヨ、ドズルさんと BO1 することになってます。今ですね、次の試合が僕です。なので今多分、ケンツさんと KK さんやってるんですが、この試合が終わった後に、僕らのチーム、ラットさん、春パパさん、キヨキヨ、3人で戦います。久々のドズルさんとの対決ですね。ちょっとこれもう待っときたいと思います。せーの。はい、1試合目は、春パパさん VS、渋春さん。春パパさんのクラロはちょっと、生きてますか春パパさん。春パパさん、ちょっと春パパさん応援しましょう。せっかくなんで。なんかすごいね。ドキハル集結。春パパさん懐かしいな、本当に。なんかすごいデッキセットしてますけど。ちなみに、キヨキヨが使うデッキ、こちらでございます。はい。ゴブジャイスパーキーのエレクトロビザードがアーチャークイーンになったバージョン。これね、構成と結局リセット系なくなるじゃないですか。でも、こっちの方が強いぐらいにアーチャークイーンがマジで、やばいんで、いきます。ちょっと柴田さんにちょっとごめんなさい、いじっていただいてます。すみません、ありがとうございます。さあ、来ましたね。ちょ、これ応援します。春パパさん頑張れ、春パパさん頑張れ春パパさん上か、そっか。放送的にね。放送的な多分、こういうことでしょう。春パパさん頑張れやっぱりね、春パパさんは僕がチャンネル登録者数2万人の時、春パパさんはチャンネル登録者数200人の時からのね、YouTuber 仲間というかね、感じなんで。アルパパさんはナイト、これさっきさ、さっきこれセットしてたデッキじゃない、ホグじゃない。だからその渋春さんがどういうデッキかによるよね、本当に。多分ホグだな、これ。あ、でもポイズンが、いやー、でも、いやー、やられちまいましたね。ナイトか、オッケー、いいよ。春お父さんいいよ。春パピー、春パピーホグ春パピーホグ、うわー、浮き戸されていく。いや、これはどうだろうな、ちょっと、ねえ、そのトルネードがかなり、渋春さんのトルネードめちゃくちゃきついなっていうところで、だから、ナイトホグじゃない？俺もホグ全然あんまわかんないけどさ、ナイトホグだよ、多分。このね、絶対の逆サイ、かたくなな逆サイ。でもロケロ、ロケロ、ロケロ、いやー、そっち行く。これもホグいっちゃっていいんじゃない？わかんねえけど、ライドラ。いやー、これ腐るなー。待って、ないとか、ないとか、そして逆に攻めていく。逆サイを、あ、でもな、アイスイズこっちだね。オッケー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 、いいよ、ハルボーさん勝ってくれ、頼む。なるほどね。でもなんかハルボーさんなんか上手くねえ、なんか。よしよしよし、いいよ、いい、うまいうまい、ちょっとうまい、ハルボーさんうまい、ハルボーさんちょっとうまいって。いや、シュワールさんもこのさ、ダッシュ使ってちゃんとしてる、うまいな。さあ、このホグは座れちゃうかな。もうアースクエイク、クエイク削り、クエイク削り視野に入れてます、春パパさん。春パピー選手、そしてこの定石、これもう春パパさんの位置、ここ。いや、うまくね、なんか春パパさんうまくない。ホグ、ホグ来る、来たよ、すごいよ、すごいすごいよ。トルネード効かずにターゲット取って、わあ、来てか、いけ、ハルお父さん、ホグ、いいよ、なんか勝ってる、なんか勝ってる、なんか勝ってる。いやいや、え、ハルボーさん、え、ハルボーさん勝つやん。さあ、ホグライダー、クイク、クイク受けない。ちょっとハルママさん、どうしたの、どうしたの、春対決、春パパさんのそこに。放送どうなってる、放送、放送どうなってる。あ、放送ほとんどラグないな。ってことはもう僕来るな。やべ、緊張してきた。使うデッキこちらでいきます。よし、いきますか。やべ、緊張すんな、普通に。もう間もなくです。もう配信見ません。配信見ちゃうとちょっとラグで遅れちゃうんで。よし、集中します。ゴブジャイスパーキーアチクイ、今回チャンピオンのね、回でもありますんで、ちゃんとチャンピオン使っていこうかなと思います。うわー、緊張、なんか緊張すんな、何なんだろうこの緊張。来ました、いきます。はい、いきます、よろしく。ちょっとキーボード邪魔。
アチャクイ展開します。オッケー。いやーこれなんか謎の緊張感な、マジでマルチとは全然違う。うわなるほど、ライトニング、ライトニング枯渇にできるんで、そこはちょっとおいしいかもしれないです。これは多分ロイホグっすね。これ逆サイロイホグ来るかな。僕ね、ちゃんとドズルさんがちゃんと作ってるデッキアピで見て、でもドズルさんも僕見られてるんで多分バレてますこれ。オッケータルババが、オッケー、オッケー、サンキューサンキュー。いやこれいけんな、オッケー、オーケー。ライトニングあるんでちゃんとライトニング効果していきます。いやーここどうするかな。あちゃくいこっち一応出すか。でここでちゃんと消えるのが大事マジで。残り24秒か。いや消えるね。オーケーオーケー、これタイミングめっちゃ大事だ。でここで倒してるけど、倒してるうちに入んない。これはこれ一回ステーション、メンテナンス5分後。ちょ待って、なんでこれメンテナンス5分後。メンテナンス5分後。これ早めスパーキー、メンテナンス5分後。これ形作らせたくないですね。でこう消えられるとめんどくさいんで早めにゴブジャ出して、ここでエリバーをいきます。あーいやこれ良くないな、ライトニングに持ってかれる。もう13秒。サンキューサンキューサンキュー、最後におまけ。いやーグッドゲーム、ホーサミホーサミホーサミ。俺メンテ来たんだけどマジで。今コメント欄見てたら、よろしくスパーキー来たー。多分さ、渋谷春さんってエイペックスとか動画上げられてるから、プロロもやめちゃってる方でも多分いると思うんだよ。そうその時に記憶よろしくスパーキー夏井みたいな嬉しいわ。いや久々にねドズルさんと戦うことできて嬉しかったっすね。2021年の頭に、ね、紅白戦でドズルさんと戦ったんですけど、これスパーキーで勝ったの個人的にも嬉しい。ということでアルババさんの試合も見れたということで、これ多分クラロはね4年前ぐらいにやってた方とかはもうあれドキャールじゃんっていう感じになってるんじゃないかなと思います。ちょっとぜひとも説明欄に、渋谷春さんの生配信リンクございますんで、放送で見たい方ぜひとも見てみてください。ということでご視聴ありがとうございました。